あ、これはキラを肯定する意味では絶対ありませんが、この数日世界的に、特に日本でですが、強盗以上の凶悪犯罪が激減しています。他には？犯罪が減ってるって発言、考えてみればみんな分かってることなのに、すみません。Well, I'm not saying this to support Kira or to condone the murders, but in the last few days throughout the world, but especially here in Japan, we've observed a dramatic decrease in the number of violent crimes committed. Anything else? No. About what I said earlier at our meeting. Well, now that I think about it, I'm sure everyone already knew that. I wanted to apologize.L から要望のあった被害者たちの死亡推定時刻を調べたのがこの図です。チラミという男は刑務所内で指を切り、壁に大きな星印を。矢田中はひらがなだけの衣装、それから戸部ですが独房を脱走し、その30メートル先の職員用トイレで心臓麻痺を起こして死んでます。マスコミ的であり女性であり、そして桜テレビキャスターが事故して交代して新キャスターに。これらのダイイングメッセージなどは犯罪者が残したものと思われます。つまり彼らはキラと何らかのつながりがあったのではないかと。今回の犠牲者ですが、報道関係には心臓麻痺以外のことは発表しないでください。え、マスコミにはもう流れてます。松田、お前何してんだよ。俺流してないっすよ。じゃあ誰だよ。いや、知らないっすよ。連れてこいや。連れてこい。これを見てください。共通点は何だと思います？6名全員凶悪犯だな。多分異常人格者だろう。6名全員死にました。死んだ？はい。で、死因は？全員心臓麻痺で、ほぼ同じ時間帯に収監されていたのは3カ所の刑務所です。子供がいるんだ、生まれたばかりだ、逃げたくない、でも家族を守りたい。やるべき仕事、やるべき仕事、今はそれ、それだけを、ただやる